呪術廻戦限らず漫画のレベルは上がったよね、確実にこの20年30年ぐらいで。なんだろう、本質的なところはあんまり変わらなかったり、昔なりにいいものもあるんだけど、やっぱ技巧的なところっていうのかな、なんか進化してるよね。やっぱ新しい発明は次々にされていくし、なんか表現の制限があんまりされてない印象なんですよね、漫画に関して。